なるほどね。大体予想はついてるけど、やはりそういうことだったんだ。そうだな。今の説が何も覚えていないが事実だとするとこう考えられる。説はもともとループなんてしなかったんじゃない？じゃあ、やっぱり俺に、あれじゃないか、ゼロデイの俺がセッチャーに鍵を渡したんじゃないか。ゼロデイの俺がセッチャーに鍵を渡して、で、セッチャーが疑うな、恐れるな、そしてして全てを知ることで救われるって言って、そっからループが始まったのかな。今までずっと説は自分もループしてるんで嘘をつきながら君を騙していたのと君を味方に引き入れるためにさ。それだといろいろ矛盾が生じるんだが、それだと矛盾が生じないか。それだといろいろ矛盾が生じる気がするんだけど、それだと黒幕はせっちゃんってことになっちゃうんだから、今日これは重大な発言だぞ。あのジョナスからさ、あのククルシカの子を聞いたあのシーンはどうなるの？ね、何回もやってダメだったみたいな、今回もダメだったねとかさ、ね、そうか、あれはあくまで俺の反応を見てせっちゃんは反応を変えているとしたら、俺がなんか、ああ今回もダメだったねせっちゃんって言ったら、うん、ダメだったねってなんかうまく俺のループ具合に合わせて反応を変えてる。でもあの時せっちゃんが見せてくれた鍵は、せっちゃんが見せてくれた銀の鍵は、あれはどうなってる？あの時せっちゃんが見せてくれた銀の鍵とその後ろに見えたループの記録、それはどう説明するんだ、ラッキーを。それは、いや、冗談。音楽まで変えるな。あー、そうね。ちょっと真剣に考えちゃったよ。あと、もうちょっと、深みにはまって考えちゃうとこだった。あんなのほら、せつさまの鍵は持ってないんだろう。まだ渡されてないんだろうね。ループに巻き込まれるより前の唯一の説なのさ。つまりだ、もうじき説はルーツも始めることになるわけだ。おそらくこの僕の銀の鍵を使ってる。やっぱりそうだよね。じゃあラキオの銀の鍵を使うんだ。どう使うんだ。説はずっとループから逃れたがっていたんだろう。今回説にとって唯一無二の好機かもしれないな。もし今回の説が銀の鍵に規制されなかったとしたら、説の因果はここで収束する。そもそもループなんてしていなかったことになるだろうね。なるほど。最初の、一番最初のループ、ワンループ目をすることになる、この日、今日このループ、俺にとってはこのループで、ループ106で、せっちゃんがループをしなければ、ループをするせっちゃんそのものが、消滅して、だからループ自体なくなったことになるのか。ループをしているせっちゃんがいなくなるってことか。ということは、またここに来てって言ったらせっちゃんもいなくなるってことじゃないの。それもそれで嫌だな。俺は銀の鍵の特許事故を集めてまたせっちゃんに会いに行くって約束したんだけど、会いに行ったらせっちゃんいないってことになっちゃうね、これね。そして君がせつから銀の鍵を受け取ったという事実も消える。ループすることもなんかね、バンバン剤ってわけだ。俺、銀の鍵せっちゃんから受け取ったんだ。そうだ。じゃあせっちゃんはなんでループしてるんだ。銀の鍵持ってないとダメなんじゃないか。なんでせっちゃんはループしてるんだろう。銀の鍵を俺に渡して、銀の鍵で2つあるんじゃないのか。あ、違うのか。ラキオの銀の鍵1つしかないのか。銀の鍵を使わなければ、せつも自分もループから抜けられる？まあ、あくまで仮説だけど、それなりに妥当性はあるんじゃない？ああ、ちょっとなんか俺、そうか、銀の鍵。そうか、せっちゃんからもらったのか、あれ。そうだよな。そうか。そうか。ちょっと自分の実況って見返してこい。せっちゃん、そっか、せっちゃんがもらってたのか、俺。ちょっと見返してこよう。ちょっと自分の実況のパート1見てきたんだけど、確かにせっちゃんが鍵渡されてて、その時せっちゃんから、私もこれを渡してくれた人に言われたんだって言って、疑うな、恐れな、そして全てを知ることで救われるって、って言われたってせっちゃん言ってて、パート1のせっちゃんが。ということは、そのせっちゃんは、
で、後にそのセリフは、俺が言ったことが発覚しているので、せっちゃん、その時は、黙ってたってことだよね。ね。だから、俺から渡されたんだろうな、あの時のパート1のせっちゃんは。パート1のせっちゃんが渡されたか、持ってた鍵を、持ってた鍵は、俺から渡されて、で、また俺に渡したんだ、せっちゃんが。で、ゼロデイの俺が渡したのかな、せっちゃんに。うん。ただね、パート8でもね、せっちゃん鍵持ってて、で、俺にさ、塩、鍵を出したいって念じてみてって言われて、俺が、うーんって言って、念じてさ、鍵出したらさ、で、その鍵と鍵をドッキングして、で、ジョインデータの情報を更新したりとか、せっちゃんとよくデータ、情報共有してたじゃん。あれはなんか鍵を使って情報共有し、しちゃったことになってるので、だからせっちゃん鍵持ってんだよね、パート8の時点で。そもそも鍵を持ってないとループしないわけで、うん。難しいよなぁ。で、このループはあれでしょ？せっちゃんが鍵を持ってないループなんでしょ？で、そこにラキオが持ってる、鍵と、俺が持ってる鍵があって、ラキオが持ってる鍵は、後にせっちゃんに、と渡るだろうと。うん。うん。でも、せっちゃんは、俺から渡されたって言ってたんだよね、多分ね。パート1のせっちゃんのセリフと、つい先ほどのね、グノーシャ02の世界のせっちゃんが言ったセリフを勘案すると、そうなるよね。だから俺から銀の鍵渡されたの。だからここでラキオが持ってる銀の鍵は多分せっちゃんには渡らないんじゃないかな。むしろ俺が持ってる、今俺が持ってる銀の鍵がせっちゃんに渡るんじゃないか、ここで。そういうことなんじゃないか。で、ラキオが持ってる銀の鍵が俺に来る。そんな感じなんじゃないか。まあいい、ちょっと空間転移してみよう。うん。死にたくねえな、今日。ずいぶん話し込んでしまった。まあいいだろ、僕の考え一通り伝えたからね。ありがとう。うん。せつをループに巻き込むから解放してやるか。は、大体予想つくけど、あとは好きにするがいいさ。シピ消滅。あー、シピ、イベント見られなかったな、シピも。埋まってないのがあるんだが。まあとにかく今日は生き残りたいよね。そしてせっちゃんは守りつつ生き残りたいですよね。うん。よし。ドクターはまだ名乗りない方がいいかな。ちょっと雑談だけさせてくれ。くちゅ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 くちゅ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 。うん。よし、オッケー。うん。守護天使ならせっちゃん守ったんだけどな。人間だといいですよ。言いましょう。おい。うん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 。お、やめさせたよ。やめさせた。レムシカ、切字なラキオ、シャーミンね。レムシカ、切字なラキオ、シャーミン、それ以外。うん。はい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 。それ以外だな。レムシカ、切字なラキオ、シャーミン以外が怪しい。レムシカ、切字な、だから SQ ちゃん、しげみち、ゆりこが怪しい。もう茂道めっちゃ怪しいわ。なんかしんどいやめとこうぜって言ってもうね、パッションで中断しちゃったもん。うん、これはやばいですね。うん、茂道行きましょうよ。協力しよう乙女。うん、だから茂道ゆり子 SQ だね。うん、ちょっと注意しないといかんですよ。名乗り出ろ。わあ、ドクター来ちゃった。ジーナ、お、ゆり子様。さあ、どう出る？ドクター王国。ステラは人間でしたと。うん。じゃあ今日、茂道あたり釣らんか。疑うで茂道行っていいんじゃないかな、これ。うん。で、ちょっと、あ、そう、茂道の特殊事故もあるんだ。あー、うん、まあいい、まあいい、まあいい。せっちゃんのイベント見に行ったし。うん。これは行くべきでしょ、でも。うん。投票。茂道。うん。あれあれ、あ、意外と入んない。大して入んない。ゆり子様にちょっと入って。アラキオが入れてる。レムナに誰がいたんだ。SQ ちゃんとセッちゃんか。うん。うん。まあ、ほぼグノーシアでしょ。お、イベントだ。あ、SQ ちゃんだ。レベルアップ。どうしようかね。まあ、ステルス、ロジック？
まあ、ここまで来るとなコマンドも結構覚えちゃってるし、ここらでカリスマあげるかね。カリスマあげちゃうね。いいね。エスキちゃんどうしたこれ。エスキちゃんの名前聞いてくれる。実はですね、コメントが嘘ついてくるの気づいちゃったんだよね。あー、嘘つき密告か。下手にコメント攻めたら逆にエスキちゃん疑われちゃって、ピンチってんねん、なりそうな予感がするわけで、一緒に何とかしてコメントスリープさせちゃおうぜ。ジョナス消滅。まあ待て待て、SQ ちゃん。その前に君はどういう行動？え、しかレムナンに入れてるじゃん。もうね、密告してきた日の投票で、その人に入れてないのはもうほぼほぼ黒なんですよ。106回ループした俺を舐めるなと、SQ ちゃんに言いたい。これ SQ ちゃんグノシアだわ。というわけで SQ ちゃんに行こう。はい。グノシアやった？マジか？マジかよ。マジか。ゆり子様、途端にゆり子様の信憑性が上がる。でもこれはね、SQ ちゃん行こう。SQ ちゃん行こうよ、みんな。疑うできない。雑談します。すいません。OK。よし。疑い行きたいな。誰か SQ ちゃん行かないかな。ゆり子、私はもうあなた信じない。ちょっとまだそこはやり合ってほしい。やり合ってくれ。ゆり子様がちょっと、ゆり子様怪しいと思ってたんだけど、ちょっと違うか。重道を愚弄者認定したからな。本物なんじゃねえかっていう感じ。SQ ちゃん誰か行かないかな。俺が行く。来た。よし。OK。ここは同意を求めよう。俺は SQ ちゃんが黒だと思うよ。いいね。悲しいも使わなかった。よし。米とか怪しくない。これはね、弁護しよう。俺は。SQ ちゃんが嘘ついてるってことは、コメットちゃんは人間ってことだよね。そうなるね。よし。ゆり子息災。反撃する。よし。SQ ちゃん行こう。うわ、ジナ、マジか、ジナか。まあでも、どっちかっていうとジナが怪しいかなって感じ。重道もう限りなく黒だからね。ということは今日ゆり子さんは狙われるんじゃねえか。大丈夫か。あ、イベントなしだ。せっちゃんいないかな。せっちゃんのとこ行きたいな。あ、いたい。せっちゃんのとこ行ってみようかな。せっちゃん、水質管理室何やってんの。何か用かな。せつはこちらを警戒しているようだ。率直に私は死を信用できない。だから個人的な情報交換には応じられない。話ができそうな雰囲気ではない。マジか。これは最後まで生き残らないとダメかな。もう今日も行ってみようかな。ね。さあ、ドクターの報告。ゆり子様、もちろんグノーシアですよね。そりゃそう言うよな。おめでとうございます。ジナはグノーシアでしたよ。コメントとか怪しくない。いや、これはね、違うと思うな。やっぱ SQ ちゃんだと思うよ。ここは SQ ちゃん行こうよ。あ、お嫁にした。そんな SQ ちゃんこれ気になるのかな。いやー、久しすぎて困っちゃうぜ。高度な。よし、雑談しよう。いいね。よし。行こうよ、スケちゃん。おお、やめました。コメちゃん大丈夫。俺は全力で弁護するぞ。めっちゃ喋ってくる、今日俺。これで SQ ちゃん行くんじゃないか。これでジナと、ジナ、重道、SQ で釣れるんだけど、俺の中では。ギリギリ。よし。これで終わるんじゃないか。終わらん？うおお、終わった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 か。いや、これ終わったのかな。嫌だな。まあ、終わってなんかイベント起きたパターンかな。警告いたします。現在船体に異常発生しております。シールドが破損しているためデブリの衝突で被害が発生する可能性が恐れがございます。乗員の皆様、至急仮想区域に避難なさってください。これあれじゃない、アラコシア整形じゃない。ここ大丈夫か。でもジナは凍ってる。あ、せっちゃんだ。あ、しゃあ急いでこちら。
家族間の EV ルームに避難してる。中に入って宇宙服着ておくんだ。いいね。レビィ、ここも気圧が下がってる。スロープの隔壁を閉鎖して。承知いたしました。サージに封鎖します。サージは先に行くんだ。走れ。うわ、なんだ、うわー、セツがいない。なんだと、マジかよ。うわ、なんかぶつかってる。隕石か、デブリか。戻らなければ。潜った。そして、あー、せっちゃん下敷きになってる。せつのから、え、バカな、なぜ戻って。せつ潰れてるってことか。だが今せつが死んでしまったら、せつの因果がここで収束。そもそもループなら死になかったことになるだろうね。せつの死が永遠に確定してしまう。せつが死ぬのはここで全てが終わってしまう。何をしてるの、早く。あ、わかった。やっぱりここで俺が銀の鍵渡すんだよ。絶対そうだ。それでせっちゃんを救うために。あ、そうか。だから疑うな、そのセリフだ。なるほどね。渡すんだ銀の鍵を。ラキオの部屋へ。ラキオの部屋に行って銀の鍵を持ってくる。そういうことだよね。そういうことだよね。ラキオの部屋で銀の鍵持ってきて、せいちゃん渡すんだ、それを。うん。そうか、俺の鍵じゃなくて、ラキオの鍵を渡すんだ。ちょっと待ってよ、せいちゃん。うん。あった！なぜか目立つ場所に置かれている。なんか手紙置かれてんだけど。どうせ銀行者でこれを使うことになるんだろう。探す手前省いてやるから感謝しねえ。くー、ラキオこいつ。なんかどんどん、なんか物語の後半ですごい株を上げるキャラだな、ラキオな。うん、ね、キャラはキャラとしてのスタンス、は全然変えてないのにさ、口調も変わってないのになんかかっこよく見えちゃうやつね。劇場版だわ、ラキオ。うん、よしよし、酸素も少なくていいよ、急がなければ。よし、使うぜ鍵を。うんうん、せっちゃん言うんだ。疑うな、恐れるな、そして知れ、すべてを知ることで救われると言うんだ、せっちゃん。おお、これは、あー、定着した。これが定着か。これせつはこれからずっとループ取られることになるけど、まああれか、ループに囚われてなければせっちゃんは死んでいたよってことになるのか。うわー、だったらループさせて、その中でループを逃れる方法を見つける。いやー、でもそれが見つからなければずっと無限ループじゃんね。死ぬのと一緒じゃないのか、それは。ずーっと同じようなことを、役職を変えてずっと無限ループしまくって、何百ループもして、糸口が見つけられないままループしてするのと、ここでデブリに衝突されて死ぬのと。いやでもまあ 0.1% でも蜘蛛の営みのね、細さのね、真実の意図だとしても、掴めるんだから、掴める可能性がある以上やっぱそっちだよな。うん、ループだ。俺はループを選んだ。それだけだ。うん、だから、ただせつを抱きしめた。ああ、更新された。せっちゃんデータが、結果表示します。うん、この宇宙は説にとって全ての始まりだった。始まりの宇宙か、まさに始まりだ。なるほどね。うん、で、まあ、S 級時な、あー、やっぱグノーシャでしたね。オッケーオッケー。うん、で、一応せっちゃんはまあループしたって感じか。よし、うん、で、ジョインデータ更新しよう。渡した鍵により不可避の死を免れた。うん、俺が救ったのか、鍵を使って、せっちゃんを。ね。埋まりましたね。ということは、この後は、シピとレムナンと、なぜか茂道、ニコ残し。あと3人ですね。うん。OK。うん。じゃあ、また、集めに行きましょう。はい、じゃあ、また、やっていきましょうか。はい、15人、3人、変わらず。ここからずっとフルメンバーっぽいですね。うん、エンジニアドクター、仕事演習で、俺はドクターですと。うし。うん、はい、
ではまずまあ様子見からいつも通り。おお、いきなりなんか俺なんか最近の俺ちょっと冴えてないね。いやもう冴え渡るよ直感がね。もしくは銀の会議が早く情報食わせろっつって、あ、分かった分かった、俺情報食いたいからお前をパワーアップさせてやるからって、本当に銀の会議にパワーアップさせてもらってるかもしれないねこれね。いやー最近見破り率高いよね。やれやれ、これは弁護するしかあるめえて弁護しますよコメットちゃん。もういきなりこれはねもう楽しすぎますよということはまあグノーシアってことね。コメットちゃん了解です。どうしようかな。じゃあ人間だと家で留守番でもなる、留守番、まあコメットちゃん確定なのでまあほっといてもいいかな。おーおーおー、いいね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 、うん、いいと思うよ、うん、せいちゃん人間だなこりゃ、うんうん。でコメちゃんかばうの誰、うん、シピとしげみち、うーん、シピしげみちか、はいはいはい、疑う、うん、そしたらね、うんうんうん。いやでも役割は貸してみる。あ、名乗り出ろしよう、名乗り出ろエンジニア。あ、待って、留守番がいいのか、留守番がいいのか。じゃあエンジニア名乗り出てもらおうかな、うん。はい、ジーナと、あー、ラキオね。うん、ジーナラキオね。はい、わかりました。さて、俺もドクターとして名乗り出ようかな、せっかくだから。明かしてもいいんじゃないか。うん、行ってみようぜ。あ、いけ、うん、隠れた方がいい。隠れてた方がやられない、やられる可能性少ないか。いや、まだ明かしていこうよ。うん。今回分かってるわけだし。えぇ、確定してしまった俺がじゃあコメットちゃんを釣ってコメットちゃんは確実に行こうよ。うん、うん、オッケーオッケー、これでいいこれでいいこれでいい。うん、みんな気づいてるね。で、誰、コメットちゃんに言ってない人怪しいよ。コメットちゃんに言ってない人は、まあジナとラッキーはいいでしょ。ククルシカ、ククルシ、あ、シピね。うーん、あ、しげみちはシピに入れてるんだ。うん、確かコメットを弁護してたのがシピとしげみちなんで、シピはちょっと怪しい感じするな。で、しげみちはシピに入れてる。しげみち、シピ、ククルシカはちょっと注意かな。ジナも注意かな。この4人の中にグノーシャ2人いそうだな。うん。で、ラキは本物のエンジニアなんじゃない？なんとも分かりやすい構図になってまいりましたよ。うん。OK。あ、ステラだ。これは何でしょうね。うん。あー、これは協力系か。ステラね。ちょっと待ってよ。ステラ。まあ、コメッションに似てるしね。まあ、疑うべき点はないか。協力しないからじゃ。うん。いいよ。たまにはね。うん。うん。9時消滅。うん。そうだよね。はい、OK。じゃあエンジニアの報告を待とうかな。うん、はい、よろしく。うん、うんうんうん、はい、うん、まあそうだね。うん、ありがとう。うん、俺自分で自分に人間だって言いたかった、あの、絶対に人間だって言いたかったもん雑談でもしようかな。じゃあ、うん、まだ俺は死ぬわけにはいかないんだ。よし。で、ラキオか。ラキオよりはジナなんだけどな。うん、私にとってはそう。しげみち、エスキューちゃん。あー、結構みんな行くね。疑うレムナン。レムナンね。これはさ、あ、これ弁護しようよ。うん、弁護して、レムナンのあのイベント起こそう。うん。これでいいんじゃない。で、あとはね、歌がかばっとこうかな、レムラン。一発レムランかばっとこうかな。うん。オッケー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 。レムランさんがすごく温かいんだよ。体を預けると安心できるんだよね。レムラン的にちょっと怖いからな、この発言。うん。いいね。いいね、いいね、いいね。こんな僕を信じてくれるんですね。うん。よし。じゃあ今日はね、さてさて、まあ昨日コメントちゃん弁護してた、やっぱシピが怪しいかなって感じするな。ククルシカがやられたから、ク
フルしかやられて乙女ちゃんに行くのはちょっと安易すぎるけど、茂道シピレムナンの、特記事項が埋まってない以上この3人はちょっと入れたくないので、まあじゃあ乙女ちゃんに行く、釣られてみましょうか。そうでなくてもラッキー多いな。まあいい、これ出したらはっきりするね。まあこれ、あ、でも今日俺これ消される可能性高まらないね。ラキオの判定が出る前に塩消しちまえってなるんじゃないかな、これなりそう。ラキオがグノーシアだ、エンジニアだとしたらね。うん、オッケー。あ、レムなんだ。うわあ、レム、あ、ここで来るか、レムなん。うん、塩さん。うん、あ、いえいえ、うん、信じてるからと。うん、うん、ほんと？ほんと？うん、じゃあ、またね。あ、ジョナス、あ、よかったよかったよかった。あ、ラッキーは人間、ラッキーは人間じゃねえかよ。ほらね、ほら、ラッキーは人間じゃん。もう報告ですよ、もうこれでもう絶対できたしますよ、俺は。うん、ディジノどうだったの？シピ、ああ、そうなんだ。俺絶対的だ使うよ、俺。絶対的だ、これ。いけるでしょ、いけるでしょ、いけるでしょ、いけるでしょ。いけるでしょ。いけますよ、これは。絶対に的だ発動します。ドゥベ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 ーン。そう、それでいいよ。そうなんだよ。ジネはね、そう言っちゃうんだよな。まあ、多少の悲しさはあれど。うん。もうこれ以上、グノーシアとしてね、人を消滅するということにね、加担しないように、今日、ホールド整備させてあげましょう。シオは静かに今、腕まくりをしたよ。うん。で、ちょっと打算しとこうかな。チャカチャチャチャカチャチャンチャンチャンチャカンチャンチャチャンガン。オッケー。よし。で、あと怪しいのはシピだな。うん。こうなると怪しいのはシピ。うん。うん。レムラン協力。おー、これはどうなるんだ？遠慮します。あー、これは、ヒーの時のレムランじゃないですね。まあ、あれは、まあ、あの時はもうイベント終わってたからもう出ないのかな。レムラの反応がこうだから SQ ちゃんは、上院か。でもあの時ビグビグしてたレムナンは、まあ、あの時しか出ないイベントだとすると、まあ、わからんか。で、まあ SQ ちゃん違うと思うけどね。うん。シピージーナ、コメントなんじゃないかな。うん。絶対人間だ。うん、間違いないですね。うん。そうだね。あ、これ出したかった、俺。絶対人間で出したかった。あー、そうかそうかそう、そうだよね。うん。よし。まあ、じゃあ投票しろで次男行こうよ、みんな。うん。うん。うん。寝回しか、かー、さすがしよう。うん。それで構いません。うまくいけばいいですけど。よし。反対はいないな。じゃあ行きましょう。さすがにグノーシャも動かんか。あとは今日、私が言うべきじゃないけど、嘘をついてごめんなさい。素直だらしいな。私が言うべきじゃないけど、嘘をついてごめんなさい。別れを告げよう。うん。絶対に敵だわ。絶対に敵だってやると、こういう風なね、ちょっとセリフ変わるんですね。ね。絶対に敵でやってなかったらさ、お疲れ様、私みんなの夢を見ると思うって言ってたじゃん、ジナいつも。ね。